会場はこちら。わあ、いい天気です。That father is Ken Man Burn。江戸川ですね。市川にあります MG マリーンというですね、マリーナです。今日はここで X キューブウェイクサーフアカデミーの撮影を行いたいと思います。さあ来ました。グッモーニング。久しぶりです。ねえ、けちゃん。はい。今日撮影させていただく X キューブウェイクサーフアカデミーのボス梅さんです。よろしく。お願いします。今日じゃあウェイクサーフィンね。ウェイクサーフィン。梅さんの撮影、そしてけちゃんのファーストトライ。ずっといけちゃんね誘ってたけど、ウェイクサーフィンバカにしたから。今日は。出た。ヤフンと頑張るよ。頑張りましょう。腰だけ気をつけて。よろしく。行きましょう。やりましょう。イエーイ。ふっ。てっちゃん。イエーイ。ふぅ。ふぅ。冬ぶりだね。ゾンビぶりだね、てっちゃん。あ、元気ですか。元気です。じゃあ今日一緒にウェイクサーフィン、はい、頑張りましょう。楽しみにしてますよ。イエーイ。楽しみましょう、今日は。さあこちらが今日引っ張っていただくボートです。センチュリオン2019年モデルの FI23 って23フィートある船で、まあ、バラストシステムが7個のバラストがもう中に入ってるので。バラストシステムって何ですか？はい、ここに水が全部ボワーッと入って、ここに入ってくるの水が、はい、このホースを使って、うん、だから全部水を吸い上げる、うん、で船を沈めることで、うん、でかい波を。これは何、ウェイクボードとかウェイクサーフィンのために作られたボート？ウェイクサーフィンに特化されているのが特選中関東ではここで1軒しかない。そんな激レアな船に、でレアなボートで楽しんでください。わー、頑張ります。ドキドキしてきました。しかもこれは大会で使われる大会程度です。かなりじゃあ高スペックなマシーンということですね。ラグジュアリーなデザイン。あ、こちらはキャバクラシステムになってるんですかね、このシートは。あー、やばい、超かっこいい。今日はてっちゃんも一緒に楽しみたいと思います。初心者にありがちなことですね。ハットは注意しよう。ハットは抑える。こっちはゴムをつける。グッバイマイハット。I'm sorry。 しょうがない。ヨミさん、これ波を起こすためのセッティング、はい、教えてもらっていいですか？これはもう簡単で、ここで僕のセッティングがこの KG となってるんで、これでアクティブするだけで、はい、全てのバラストシステムが受け始めて、ここに水が約2トン近く、この船に、はい、今これが吸い込んでます。おー、あのさっきのバラストサックに水をこう入れ込んで、はい、重くなると船が沈むので、うん、水流が強くなって波が起きてる。なるほどね。それでフェイスが立ってくると。そう、ここでこのサーフゲートレフトライトってあるんで、はい、ここでレギュラー空気の波を簡単に起こすことができる。でさ、はい、バブリーな感じがいいですね。やっぱウェイクサーフィンはバブリーじゃないと。バブル世代のもんですから。では梅さん、はい、ウェイクサーフ用の板っていうのがあると思うんで、ちょっと特徴を紹介してもらっていいですか？まず一つこのスキムボードっていう、海でよくあのビーチをこう持って走ってるスキム、はいはいはい、あれのウェイクスキム、はい、ウェイクサーフ用のスキムボードです。基本的にはこう厚さとか、うん、あとフィンの、まあ、長さ、ちっちゃいフィンがついてるんですね。そうそう、が決められてて、はい、この厚さがとフィンの長さがある一定の基準を超えてればスキムボードです。まあ、こういうやつの方が普通にこうライディングするだけじゃなくて、スケートライクにこうショービットしたりとかくるくる回りやすいし、はい、っていうのがあります、はい、これがスキンボード、はい、
一つがサーフで、これは普通のサーフボードを、まあ、ちょっと短くしたような形です。かなり短いですね、やっぱね。そうですね、これで4-5。めっちゃ短い。そう、これでもしっかり乗れるのがフェイクサーフボードだけのパワーがある。あ、この板はケツがちょっとワイドにできてて、こうすることによって後ろも押してくれるし、あとはこうリバートってこう前、フィンが前にね、こういった時にこっち側もしっかりとあの安定して踏み込むことができるので、あとはこう落下がない、落下がないのと、あとはこのノーズが切れてる。そうすることでまあ180とかした時にテール側が、うん、まあ、しっかりとここが。では早速梅村プロによるデモンストレーションをお願いしたいと思います。行ってみましょう。 Here we go。遊べるとすごく楽しいと思います。それでは続きまして長谷川哲、元プロスノーボーダーが織りなすサーフテックとは。
ケツさんのライディングは。まだまだケツが多いぞ。No。池さん、初のウェイクサーフィンにどうぞ。できるよ池さん。押すなよ。何押すなよ。え、何何押すなよ。できるだけ押すなよ。まだまだで、まだ、あはははは、さん、池さん、初のウェイクサーフィン。いや、オッケー、マサト、イエス、初めてのウェイクサーフィン。はい、終了。チーン。チーンだね、池さん。立ち方を教えましょう。まず、足を上に乗せてください。その時になるべくかかとは端に寄せた方がいいです。あら、やだ、みだらなポーズ。これで、ボートに対して真横にして、かかとをグッと下に入れます。そうすると、水がこういう風に立ってきて、こう立ち上がります。はいはいはい。で、手を伸ばす。必ず手を伸ばす。そうです。で、そのまま、引っ張られたら、自分で引っ張り返さないで、素直に引かれてください。こうやって、グーと。膝を曲げて、お尻近づけて、膝曲げて、あと力入って、力入って、手曲げない。手曲げない。力抜け、力抜いて、お尻近づけてきて、お尻近づけて、こうと。膝を曲げて、そう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 。はい、はい、はい、はい。どうぞ、もう一回、もう一回。わかりました。力抜いて、ね。なこのままこうやって、はい、立ち上がって、はい、さようなら。これで、もう一回さっき見たかかと、はい、動きがちょっと離れて、僕引っ張りますから。はい。いきますよ、せーの。そう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 、それ立ち上がる。オッケーオッケーオッケー。オッケー、ゴー。腰が持つ時間だけだからね。はい、かかと入れて、手伸ばして。そうだ、手伸ばして、手伸ばして。手伸ばして、こっちこっちこっち。そっちじゃないよ、池さん。こっちよ、こっちよ。わお。へいへいへい。いきなりまっすぐ向けるんじゃなくて、斜め45度のノーズをこっち向けましょう。なるほど。はい。いけるぜ、池ちゃん。レッツゴー。はい、斜め45度。そうそうそう。手伸ばして、手伸ばして。オッケー、パワーポイント探して、パワーポイント、パワーポイント。もっと前、もっと前。もっと前、もっと前。もっと前ですよ、もっと前。そう、そこそこそこ。これ、垂れむところ。そう、離せますよ。いけますよ、池ちゃん。もっと前、もっと前。そうそうそう、その辺、その辺。ラインを外に投げて、危ない危ない危ない。Oh my god！ いいよ、池ちゃん。ナイスナイス。あ、最初はパワーポイント探しましょう。で、何もしなくてもいい場所見つけて、その後にちょっとずつ動かしていく。どうした、マサト？どうした、マサト？よし、頑張る！
えー、リラックス。ウフー。楽しめたね。すごい面白いよこれ。これはロングライド、池ちゃんどうでしたか。まずあのちゃんとパワーゾーンに乗るっていう基本的なことを反復練習をできて、でちょっとフェースがついてないけどもアップスンしてタイミングをずっと波のいいところに合わせていくっていう、そういうすごく基礎的な練習が長い時間反復して練習できる。なのでこれサーフィン伸び悩んでる人、一回X キューブ、サーフアカデミー。今言えてなかったので、もう一度。サーフィンに伸び返テイク3。サーフィンに伸び悩んでるあなた、一度ここ、X キューブ、ウェイクサーフアカデミーに来て、一番ベーシックで重要なことを、この船の力を借りて、ずっとそれを練習できるので、めちゃめちゃおすすめ、池さん。チェケラーチェケラー。疲れが来てましたね、ケちゃんね。全力を出し切って楽しませてもらいました。父ちゃんは天然パーマだ。さよなら、池さん。さよなら。ありがとうございました。お疲れさん、池さん。すごいすごい楽しかったです。よかったよかった、うん。初めての体験でしたけど、梅さんこれ大事なところです。僕がマリンスポーツをやるに上で、一番重要視してるのは、はい、そこにビキニちゃんがあるかどうか。なるほど。
超絶おすすめ。頑張りました。はい、そうですね、初めての割にはそんなちょっと長く乗れた回もあったので非常に今日はみんなでここに乗ってワイワイ楽しめるから、乗ってる人も見てる人、はい、みんなでワイワイして、あ、はい、僕が20代の頃見てたヒップホップの MV ってこういうボートでビキニちゃんたちと遊ぶんですけど、そういうことも可能あら、帰ってまいりました。軽薄、だいたい今日は2時間ですね。ウェイクサーフィンで遊ばせてもらいました。X キューブウェイクサーフアカデミー、はいはい、料金体験なんかを聞いてもいいですか。はい、15分でワントーイングで、一応会員さんじゃない場合は6500円、ビジターさん、ビジターさんで、X キューブの会員になると1本6000円6000円、プラス天然パーマのステッカーを持ってくると500円。だから会員価格でやります。おお、すごい、会員価格で。じゃあステッカー貼っていいですかね。これはダメです。おい梅ちゃん、ここではただ引っ張ってもらうだけなの、それともちゃんとコーチングもしてもらえるんですか。コーチングも必ずします。で、うん、まあ、うちのスタッフが、うん、まあ、可能な限りは、はい、なるべくドライバープラス、まあ、コーチという形を取って、はい、2人体制で対応するので、どうしても人が足りないときはドライバー兼コーチしますけど、うん、大体こう他のところだと1名でドライバーもしてコーチもしてになるので、はい、まあ、運転席からこう指導しなきゃいけないけど、うんうん、結構やっぱり初心者ってどこのポジションに乗るかによって、うん、こう押してくれる場所がだいぶ違うので、うんうん、それやっぱり後ろでこうラインを持ちながら、うん、もっと前だよ後ろだよってやるとやっぱ調達がすごくね。僕がすぐ立てたのもあの時梅さんがね、うまくちゃんとタイミングとかを教えてくれたので2発3発目ぐらいでスッて立ってるようになったんだけど、ここのポジショニングってすごい大切だなって思いました。でちゃんとコーチングもプロの先生からコーチング、本来別料金をいただきたいところですが、なんとなんとインクルード、インクルードで今やってます。優しい、今はうちに来れば結果をコミット、梅ザップ、梅ザップ、梅ザップサーフアカデミー、結果にコミット。なるほど。そんな梅さんは、今度ワールドチャンピオンシップに、はい、代表にいただきまして、はい、あの世界で各ディビジョンの8名、うん、CWSA っていうのが公開がありまして、はい、このワールドランキングシステムで、うん、まあ、現在サーフ世界ランク4位、おインビテーションが届きまして、はい、各ディビジョン8名、うん、世界中から集まって、たった8名しか選ばれない、8名、その中に梅さん選ばれたと。今回頑張っていきます。そのトッププロがコーチングしてくれるウェイクサーフアカデミー、ぜひ遊びに来てください。待ってます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またまた遊びに来ます。イエーイ、待ってます。バイ。Dude, that father is 10 men permed!